一人でエッチするんですか、やっぱ。まあ、なくはないですよね。あ、これは、やつ。あ、ちょっと、たまに。フィット感がいいかどうかの方が重要です。まあ、そこはもうやってみな、分からへんもんな。うわ、めっちゃ高いですか。めっちゃいい。ちょっと、エロいですよね。はい、どうも、皆様ちゃん。道玄坂の坂の上の方を目指してる女性、大体。はい、ということでね、今日なんですけど、久しぶりにこれナンパ企画、これやっていきたいと思います。これもう夕方ですから、夜までのロケになります。ほんまにもう何時間ロケになると思うんですけども、大恒例ですね、大好評企画のナンパした女子の家までこれ行くまで帰れません、これやっていきたいと思います。この企画はですね、もう月に1回、もうシリーズで5回目ぐらいですけど、ナンパさせていただいて、その場でまあギャランティー払ってでもいいから交渉して、とにかく女性のガチなリアルの家に今日中に行くっていう、そういう企画ですね。で、基本コンセプトで、可愛い方もちろん行きます。その辺の顔からウィンフがあるやつはそれいくらでも、そんなもん家もまたも開くよ、家もまたも簡単にオープンです。でもね、そういうことじゃないです、綺麗な人限定。あ、ちょっと告知させてください。5月15日午前中11時からですね、13時まで月時点で小麦の禁断少女、これカレーパンの、イベントをやらせていただき、1日店長です、よろしくお願いします。これ皆さん来てくださいね、築地店これできましたので、私いますので、この11時からですね、遊びに来ていただければと思います。ということで、ちょっと軽そうな女探しに行こうぜ。まだね、これ夕方ですから、ここからだんだん夜になっているとね、結構ね、フットワークかかる女性の方、アルコール入ってる方とかね、いろんな方います。これ引っ掛けていきます。これやっぱね、普段ね、やっぱりね、僕視聴者さんのサラリーマンのお父さん多いですから、やっぱりそのサラリーマンのお父さんがね、週末にね、箸休みできるようなチャンネル目指しますからね。ガキと女はみんな陸上とキャバ嬢とお父さんだけ見てくれ。じゃ早速声かけていきますか。ちょっと熱いね、一回着替えよ。これ新作、新作です。相方がお前とテンション上がらんわ相方がお前みたいなやつはテンション上がらんわ、こっちも正直全然ダメダメです、ね、ハードル高いよ。だからもう奥の手でギャラ渡しますんでっていうのを使う。でもどんどん行くからな、どんどん行くから。お前いきなり顔とか映ったからあれやねんで、お前後ろから来て足元とか映ったらあかんねん。 YouTube の撮影されるんですけど、ちょっとだけお店に行かれてしまったことないですかね、こんな感じのないですか、こんな感じの。見たことありますか。ちょっとお話だけいいですか。大丈夫ですか。ちょっとじゃあ、こっちの、すいません、ちょっと邪魔なんだなと思って、街綺麗なお姉さんにインタビューみたいなのをしてまして、もしご迷惑がなければ、ちょっと、映してもいいですか。モザイクなしで大丈夫ですか。あ、うわー、大丈夫かな。うわー、ありがとうございます。綺麗な人おる、人長、うわー、ちょっと面倒くさいタイプの人来たYouTube とか見られるんですか。もう本当に1分だけインタビューします。YouTube とか見られるんですか。あー、なんか暇な時に。見たことは、まあ、あるかなく。あ、なんとなく。なんとなくな感じですよね。若いですよね。20ちょいちょいくらい。うわー、この世代はちょっと俺じゃないんかな。もっとアッパーか。あー、まあ、そうっすね。もうちょっと、いや、実はね、今日本当申し訳ないんですけど、まあ、こんな時間なんで、今から絶対用事あるの分かってたんですけど、インタビューの企画が、綺麗なお姉さんの自宅紹介終わるまで帰れませんみたいなやってまして。これも僕2時間やってるんですよ。2時間寒いのに。いや、そうなんですよ。で、どうしても誰かの家を移すまで帰れなくて。あー、大変です。何時に用事終わります。あー、まぁちょっと1時間ぐらいくらいちょっとかかるかな、うん、1時間ぐらい。全然待ってるよな。そうですね、まだ1時間ちょいぐらい。これ1時間ちょい待ったら、はい、自宅移させていただくことも可能なんですか。どうしよう、自宅は厳しいですか。自宅っていうことじゃなくて、お姉さん、ちょっと職業何されてるんですか。あー、まあ、ちょっと見てた通り、ちょっと風俗じゃないよ、見た目通り風俗じゃないの。キャバクラですよね。あ、そう、ちょっとキャバクラ。渋谷の。あ、六本木でやってます。六本木なんかよく行きます。どの辺ですか、六本木の。あ、六本木の、あ、これ名前出すって大丈夫なんですかね。別にお姉さん迷惑じゃなければ。あの、ベネ東京で。おー、ベネ東京、はい、もう1年ぐらい行ってないですけど、有名店。六本木だったらもう何本か入る可愛い店の、このトップ四天王のうちに入りますよね。あ、でも割とそういうお店ですよね。すごい、ベネの方がこんなとこ何してるんですか、こんな平気な場所で。あ、でも結構やっぱ渋谷行きますよ、私。どういう今からご飯だけってこと。まあ、ちょっと、付き合いある方。怪しいなちょっと本当お姉さん、マジ申し訳ないんですけど、わかりました、今度、金持ってる社長さん連れて店行きます。下手に今ギャラ払うよりさ、そっちの方が絶対いいやん。確かに。
僕はそんな技量ないですけど、うん、お金持ってる社長さんの知り合いいっぱいいるんで、やば、今度行きますお店、それでいいですか、ご紹介するみたいな、これもう絶対守ります。え、かっこいい。ありがとうございます。かっこいいいただきました。はい、めっちゃかっこいいですね。逆襲いただきました。ありがとうございます。ちょ、いいですか、じゃあ今から自宅行って。え、じゃちょっと。自宅どの辺ですか。おお、今ちょっとピー入れます。なるほど、なるほど、なるほど。まあまあまあ、近いですよね。あ、割と近いです。まあ、これはちょっとこれ、場所バレがあるんで、ちょっと完全なピー入れて、わからないようにしますけど。ちょっとほんまに1時間、1時間半。まあ2時間でもいいです。連絡先だけ、ここから、インスタグラム、うん、でもいいんで。え、いえ、なんか彼さんと住んでるとかって、そんなんじゃないですか、ね、あ、今ちょっといないんで忘れてます。撮影後も何かありそうですね、これね。あ、ちょっとワンチャン撮影…こんなじゃない、汚くても大丈夫ですか。いや、全然、うわ、もういい人見つかった。お姉さん、じゃあごめんなさい、時間止めちゃって、じゃあ連絡先だけ交換させていただいて、はい、お姉さん、じゃああとまた1時間後連絡絶対ください、僕待ってますよ。あ、もちろん。もうどこの誰か分かってんから。いや、もちろん。連絡先、詰めるで。久しぶりに詰めるって聞いた。じゃあ、お姉さん、本当すいません、忙しい、申し訳ないです。はい、じゃあ、後ほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、もう1時間、頑張ろうか。はい。あの、ブッチされた時のために。そうっすね。一応。はい。でも、あの、まあ、綺麗な人やったね。そうですね。結構テンション高めな。はい、めっちゃ乗りよかった。結構、あの、YouTube はレペゼンファンとかそっち系の。もう、このまま、そのまま、してくれそうな感じだったもんな。その勝ちなかった。あ、でもちょっとその勝ちしたよな。しました。いや、でもこれはね、これでさんと協力してくれたベネ東京、これ行きましょう、ね、いや、これ約束はちゃんと守りますから。で、そこは絶対守るから。じゃあちょっと次は未成年声をかけていきます。18歳以下。はい、ということで、来ました。いやー、いいマンションですよ。いいマンションですよ。よかったです。場所もいいとこですね。いいとこですね。場所は確かに良いですね。ね。もう、まあ、やっぱね、その、特定されちゃう誰かにこれ言われへんけど、いいとこですね。やっぱ夜やられてるだけあって。そう、ちょっと立地が抑えたんです。ちょっとね、言いたいもんな。あそこのここやでってな。あ、そうです。あ、てか、お名前聞いてなかった。お名前いただいていいですか。あ、エリカって言います。エリカさん、それも、はい、現地名というか。あ、そう、椿エリカって言います。椿エリカ。かっこいい名前。エリカ様。そう、ちょっとエリカ様好きで。あ、細やな。だいぶ。じゃあ、ちょっと見させてもらいましょうか。間取りで言うと、1DK。1DK、まあ一人暮らしですもんね。はい、で、玄関で、まあ綺麗にされてますよね。ちょっとキャラクターもかんですけど。あ、ほんまや。小悪魔系のこれ好きなんですね。はい。ちょっと踏んでおきますね。なるほど、これ好きなんですね。うわ、一人暮らしやな、女の子の家やな。料理とかされるんですね。いや、でもなんかそんなに最近は。あ、すごいな。夜も長いんですか。でも、1年くらいかな。あ、最近じゃないですか、エリカ様。都内来たの、はい、去年の秋くらい。え、めっちゃ最近の方じゃないですか。意外と。あ、そうなんすね。可愛らしい。めちゃくちゃ笑顔素敵じゃない。なんか夜、服装が服装やからあれやけどさ、服装とさ、なんかメイクと髪型違ったらさ、夜やってる雰囲気って出えへんよな、絶対な。あ、素敵な笑顔じゃない。はい、お前らなんかと違ってさ。いや、ほんま素敵。そんななかなか素敵な笑顔出ないですよ。やっぱ夜のやつだってね、ギスギスしてるんで。あー、なるほど。やっぱ夜のやつだってなんか企んでる笑顔じゃない。そうっすね。え、ここ洗濯機なんですよ、これ。ちょっと見ていい？あ、いいですよ。あ、ほんまや。はぁー。買い溜めしてるやつがたくさん。いや、洗濯機、あー。じゃあ失礼します。うわー、綺麗にされてるやんか。ちょうどええな、でも一人暮らしで。一人暮らしちょうどええな。そう、めっちゃ快適ですね。一人暮らしちょうどええわ、これ。いや、これちょうどええやん。ちょうどええやん、これ。ちょうどいい。あ、そうですか。ここ前メロいた。前メロいたわ、ここに。ちょうどええ。え、これなんですか、コンタクト。あ、これ全部カラコン。今日作ってるこれかな。使い捨てですか。あ、そう、ワンテですね。なんで人気のやつですか。いや、これはどうなんだろう、なんかみちょぱが宣伝してるやつ。あ、みちょぱさんが、姉さん綺麗にされてるな、ほんまに。よかった。めっちゃ綺麗っすね。なあ、収まりいいよな、無駄なものないしな。あ、そう、無駄なものあるとちょっと。綺麗にされてるな。え、この電気どういう仕組み。あ、なんかよくある感じの。あ、これ縦。あ、昔ながらのやつ。うん、これでも意外とここ昔ながらやな、これボタンじゃないんや。そう、でもこれ使ったこと
ことないんですよ。使ったことない。でも基本ボタンか。基本ボタン。ゆずかさんはここ綺麗。ここのマンションは何？めちゃくちゃ大きいやんか。全部あの丸いのかな、間取りなのかな、この。あ、でももしかしたらもうちょっと広いところもあるかもしれないですね。ゆずかさんここワックス効きすぎてめっちゃ滑んねんけど。あ、確かに。あのめっちゃ運動がてらにこうやって。あ、そうね。綺麗好きやな。マジ綺麗わ。何型？あ、ちょっと何型だと思います。めんどくさいけど A A A型。つまんなって思った。A 型や。でも綺麗もん。でも結構めんどくさがりなところあるんで。あ、そうですか。だから嬉しい。そうですか。え、でもなんかほんまにめっちゃ綺麗な育て方よかったよな、おかんな。おかんとおとんの育て方よかったな、これはマジで。この感じわかる？この几帳面の感じ。あ、これそれなんかすぐ貼り付けちゃうんですよ。これどういうこと、どういうこと。しかもちゃんと養生テープやね。お前らなんかアフェ、壁に何回貼れたらガムテープ使えろ。こいつらアホなんですよね。剥がすと壁紙剥がれるんですよ。アホやな、これ。そう、お前そういうことやね。はい、養生テープ、常識やで、そんな。こいつ優秀ですよ。優秀ですよね、養生テープね。その話はずっとしてました。これはどに、あ、やっぱりその、あの変な意味じゃなくて狭いなりの、うん、そのスペースにあった生活の知恵がいろいろあるわ。あ、そう。これはかけるやつな。あ、そう、かけてます。あ、これなんか。水のやつ。あ、ちょっとたまに。たまに。ちょっとそういうのを見ていきましょうか。ちょっとエリカさんもちょっとなんかそう、怪しいのないの？怪しいの、ちょっともしかしたら。え？エリカさん、ちょっとエリカさんもちょっと話しましょうよ。エリカさんちょっとそこ座ってくださいよ。あ、はい。いいですか？あ、もちろん。いや、ということで来ました、エリカ様のご自宅へ。うわー、かっこいい。え、これはね、男性あげたことないですか？もしかしたら。あるんやー。え、これちょっと恋愛事情聞きたいって。そのね、キャバ嬢さんの、まあやって1年でも10年でもキャバ嬢さんはキャバ嬢さんでね、皆さんも同じように仕事されてるじゃないですか。恋愛事情みたいなどんな感じなの？夜は夜でやられてて、夜でも夜以外でも知り合うことあるわ。まあ地元のかもしれんし。うんうんうん。どういう感じなんですか？希少なんですよね。あ、そうなんすか。え、どういう人がタイプ？なんかあんま干渉しない人が好きですね。あー、そっちね。流行りの付き合い方ね、今のね。そう、今流行りの流行りの付き合い方ね。いや、じゃあ男もさ、付き合ってた時期をあげたりもするんや。でも最近ちょっと忙しくて、はい、それどころじゃなかったかもしれないって。そうなんや。もうエッチしかせえへんやん。もうエッチ目的やん、この家。あ、まあ、ちょっとまあ、ちょっとエッチ目的やん。え、ちょっと一回ちょっとね、ここエッチ、シングルでしょ。寝心地いいですよ、すごい。え、シングルでしょ。エッチはできるか、ギリできるか。硬い次第。もうちょっとしたらこうなるで、こう。いや、そうやる。それ何回買ったでしょ、やってる時に。男性が買ったでしょ、これ何回か。なるよな、これな。なりますね。これシングルか、これがシングルか。あ、そう、これシングル。二人寝られへん。二人は無理か。あ、でも、あの、ある意味密着と良くなるんじゃないですかね。まあでもそうやな、思いっきり密着すらもう無理やな、これ。逆になった親近感が。親近感？もうエッチしちゃってよ。エッチしちゃってたのに親近感が。いいでしょ、もうそんなん。うわっ、これめっちゃ良くないですか？めっちゃいい。ちょっとエロいですよね。エロい。でもこうやってやってる時にこうなるでしょ。ごめんこれあるでしょ。暗いから戻して。ちょっとこれね、ちょっと刺激が強い。わー、すごいわ。せっかくやからさ、キャバ嬢あるある聞きたいけどさ、はい、どういうお客さんや、え、もうちょっと突っ込んで話していい？あ、いいですよ。エリカ様の意見じゃなくてもいいです。はいはい、中立に立った客観的な意見として喋ってもらっていいです？はい、あー、もちろん。エッチまで持ち込みたいと。わかりました。じゃあ例えばね、はい、今、あ、降りてきました。エッチしたいと。そういう時はどういう風に持っていったらできるんですか、キャバ嬢さんと。え、なんか真摯になんか いい人を演じてた方が持って帰りやすいんじゃないですか。え、でもいい人をずっと演じてて、あ、全然なんか飲んでくださいねみたいな。まあ敬語で、あ、なんかシャンパン1本入れておきましょうか。まあそんなにお金ないからいっぱい入れられへんけど、まあ、とりあえず形入れておきますねみたいな感じで入れて指名してみたいなこと言いながら、まあこれここまでみんなできる範囲やんか、頑張れば。まあやって、ほんでアフターになるでしょ。うん、アフターに行くんですか。あ、まあもちろんアフター割と私好きなので。まあ何人かで行ったと。うん、で行ったと。どうすんの、紳士やのに。急にどうすんの、紳士キャラやのに。もう3時だね、帰ろうかって。いや、紳士そうなるやん。紳士やねんから。あ、なんかそれをちょっと積み重ねて、あ、この人何もしないっていう方が逆に。それみんな言うな、それ。そう、本当に本当に。なんか いきなりこうだとちょっと引いちゃうから。はいはい。まあ、それだったら回数重ねた方が逆に、はい、ちょっといいかもみたいな。え、で何もしなかったとするじゃないですか。え、そう。で、何もしないのはなんか続きましたと。え、逆にちょっと気になっちゃいますよね。それみんな言うね、ほんまかそれ。え、でも本当に
あのすぐ襲う人よりは、はい、あのちょっとあ今日もなんか何もされなかったなってちょっと気になる、あの気になり、ほんまな、でも本当にそれありますね。ほんで気になってまた今日もいつものように来たと、いつものようにアフター行くんかなって流れもなってるわ、うん、で行ったと。いつもだいたい2時か3時に解散やから、うんうん、3時ぐらいかな、今日はこの後家来へんとか、うん、っていうこと、家来へんで、こっちが家においでとか、もう一回飲み直せへんとかってそういうことでいいんですか。そう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 、どんだけ険しい顔すんねん。どんだけ険しい顔すんねん。そうじゃない時の顔意外となんかその家どうとかっていう人の方がなんか持ち帰んないでこう帰りなっていうふうにやってくれるから、逆になんかその方がちょっと脈っていうかあるかもしれない。最終的にやる時とかどうするんですか。どっかでだから今日誘わんためでしょ。なんかちょっといいかなってなっちゃう。なってる、なってて、そのタイミングで今日ちょっと一緒に帰りませんって言えばいいんですか。それなんかそろそろみたいな。何それ何それ、どんだけアバジョに引っかかったな俺も。そろそろちょっとずつこうなんかこう距離を縮めていっても、まあ、その比重はもう絶対ないんや。ないっていうかその場合によってあると思う。いや客観的な意見です、客観的な意見で、うんうん、その比重にやってる先輩方も見ることはあるんですよ、僕の記憶ではね。あーはいはいはい、どうもうお金払えばいいの、どういうことですか。あー、お金とかいい人の方がその恋愛対象としてはまあな多い方が、まあ、もうストレートにじゃあ何、あのシャンパンバー入れましたと、まあそのシャンパンレベルはどんだけのレベルを求めてくるかにベクトルが合わなあかんよ、まずな、うん、こっちが入れたったと、入れてくれたの、うん、ベクトルがまず合わなあかんわな。例えばこれは、いや今日シャンパンこれとこれ入れるから今日一緒に帰れるって、もう露骨な、最初の1時間目で露骨なやつ。それタイプかどうかによるかもしれない。でも客観的な意見ですもんね。そう、客観的な意見。まあでもそういうことか。あ、でもちょっとタイプだったら、その誘い方に対して、うん、いやいや、何言ってんねんって思いながら、このキャバクラってお仕事の上で言うと、うん、その感じやったら、うん、別にいいよっていう人もいるかもしれない。あ、いるかもしれないですね。もうさ、てっぺりばくそうやって言った方がええねんな。とりあえず、だからそんなことある？エッチ確定してて飲んでるって。エッチ確？エッチ確？エッチ確？初めて聞いたことあるわ。エッチ今作る。エッチ確？ごめん。すぐ落ちんねん。パパがこれ、俺、ワイルド撮るから。俺、ワイルド撮っちゃうから、はっきり言った方がいいやろな。その方が、わかりやすいかもしれない。まあ、そうか、それもんか。あれは何なの？同伴ってシステムあるじゃないですか。あ、はい。あれは、まあ最初に1軒目お客様補聴されてるから楽、飯食って、安心、1軒目客来るし。安心感ありますね。なんかその日のモチベーションはめっちゃ上がりますね。あ、そうなんや。まあ、俺らもキャバクラ勉強しなかったな。はい。いや、連れて行ってもらうことあるんですよ。あー、なるほど。もうほんまに、それはもうしょっちゅうですけど、はいはいはい、自分で行けへんから、僕の戦場じゃないんで、はいはいはい、先輩やら方なんか交渉してるの見るけど横で、うんうんうん。僕はそんなこともないから、ベロンベロンやから。意外とベロンベロンになっちゃうんですね。なっちゃうんすよ。かわいい。かわいい、それは。この間 TikTok で、うん、女性のかわいいはかっこいいの上を行くって見たから、多分今日やれると思う。え、違うけど。多分、え、違うけど。でも、まあ、可能性なくはない。わしは客か。うちのもしっかりしてそうだし、鼻高くて。大事にしろで男性の鼻結構見るんですよ。いやいや、仮面実際こんな高ないわ。そんなわけないでしょ。じゃあこんなん来たらちょっと良さそうだなってなっちゃいますね。イメージ良すぎるやろこれやったら。この顔イメージ良すぎるやろ。そんなことめちゃくちゃ醤油がや、日本のめちゃくちゃ日本人が醤油が多いじゃないですか。本当ですか。個人的にはちょっとジグロの方結構好きなんですよ。ああ、なるほどな。はい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 。ちょっといかつそうな人っていうか。はいはいはい、まあ全然白いです僕。ぶっちゃけどうなんすか、そういうグッズとかないんすか。政治上最近いつそういう関係持ちました、夜の営みは。まあ今年入ってからですかね。あ、でもそのぐらいなんよ。そんな頻繁じゃないですね。頻繁にはなんか意外と時間がなくて忙しい。エッチできないっていう。エッチできんねや。それ、どう毎日入られてるんですか、ベネ東京に。そうなんです。毎日あれ、毎日ベロベロになって。あ、姉さん飲まれるんすね。めっちゃ飲みますよ。え、その政治上だからエッチできへんってことは一人でエッチするんですか、やっぱ。まあ、なくはないですよね。ちょ、女性が一人でエッチするときってエロ本とか読む。エロ本は読まない。エロ本って逆にどこで読めるんですか。コンビニってなっちゃう。彼女がトイレ行ってないのにコンビニになっちゃう。エロ本見たことないんですよ。AV もあるけど。AV のどうですか。あ、でも AV ではなんか、あ、でも女性用とかはちょっとこう音がエロいので、ちょっとね、おかずになるかもしれない。あ、そうなんですか。男性のとまた違うんでしょうね。何をニヤニヤしてんの。一番嬉しそうじゃないですか。免疫ないんかお前。何がその女性の家でベッドで座って
の話や。何がニヤニヤすんねんお前。部屋の香りがもう女性の。いい匂いすんねん、エリカ様がな。いい匂いすんねんな。ちょっと匂い大事だなと思って。いやいや、ほんまにこれね、ガチなんでね、もう視聴者さん見てもらって分かるとおり、ガチで家なんで、このシリーズ毎回。もう生活感すごいでしょ。ガチ家なんでね、これ大変やねんか、このシリーズな。いや、もう大変ですよ。このシリーズマジ大変なんですよ。ちょっと狭いから大丈夫かなと思って。いやいや、まだこれガチです、ガチガチ、ガチ、ガチを求めてるんで、僕ら。エリカ様、こんなところで。してんのか。合わせてるかもしれないですね。何でもオッケーすんのやめや。なんでこだわりや。割と私結構ふっかるなのか。怖いもの知らずなんだと思います。まあその変な意味でそのじゃなくて悪気がないから別に悪いことじゃないやんの方でプラスの方でポジティブの方で何でも受け入れてくれそう。割となんか全部なんかある意味幸せものなんですよ多分。ずね本当いい方ですよねそれねマインド的にね。全部なんかいい方向に考えちゃう。ね幸福の方ですよね。ねこの後エッチするけど。それポジティブの方で考えてるから。いやそれ言わせないでください。全部ポジティブの方で。ちょっとまだ出勤早いもんね今から。あ全然まだ。ちょっと早いもんね。ちょっと早い、うん、まだちょっと。早めに終わるしね俺ほんで。あそうなんです。あちょっと想像しちゃった今。変な間空いたな。変な間空いたな。なるほどなと思って。俺一個聞きたいなんで最後に、はいね、女性とそういう営みをするときに挿入してからちょっと動かずに待った方がいいってあれほんま、例えばまあ前期終わりましたと、十分なまでの前期終わりましたと、じゃあ挿入するじゃないですか、うんうん、したときに入れてから最初の10秒ぐらい動かずに待った方がいいってほんま、それだから人によるんじゃないですか、私あんまり速攻じゃないかなっていう。えちょっと、ね、姉さん、エリカ姉さん何がどれが好きですか。エリカ姉さんはどういうプレイ、私の理想のプレイ、これ最後いきましょうよ。お理想のプレイ、なんか結構私疲れるのが好きですね。あ、そうなんですか。はい、疲れるのが好きなんですか。そうなんか、はい、フィット感じゃないですか、結局待つ待たないよりも。そうだ、はい、でもフィット感がいいかどうかの方が重要です。まあそこはもうやってみな分からへんもんな、その言われても分からへんもんな、もうやる。肌合うかなって。肌合うかな、なるほどな。なんか握手した時もちょっと嫌だなって言っただいたいちょっと。そんなんでわかるん、怖っ。なんか、あ、ちょっとこの人無理だなって。そんなんあるんすか。ありますあります、あります。握手でなんかちょっと無理かもみたいな。初めて聞いたな。はい、すプロみたいですね。プロ。あ、そう、見たことないな。あー、未経験ですね。疲れるって言ったの、だからごめんな、ベタなやつで言うよ、うん、普通に、いや、まあ、普通の正常位から入ってよ、知らんで、もうバックやるかどうか知らんと、まあ、非常にやるかどうか知らんと、いや1回目か何回目かでもよるけど、疲れるってどんなの、激しくされるってこと。なんかちょっと強弱はちょっとあった方がいいけど。ああ強弱、ああそういうこと。そう、ああ強弱で、最後ちょっと手をやめなさい。手をやめなさい。手をやめなさい。あ、そうですか。そういうのがいいんか。これ我々はさ、もうほんまにこれ毎回動画で言うけど、エロ本を立ち読みして育ってるから。いやもう分かれへんねんな。みんな違うこと言うやん。いやー、ほんとっすね。で、いい意味で嘘もほんまも言うねん。多分過去にの歴代。何がいいかほんまに分かれへんねんな。毎回そうやねん。あ、そう、強弱がいいと。強弱大事なのか。あとなんか私ちょっと個人的に嫌いなのが、うん、なんか俺いいもの持ってるんだぜとか、なんかここがいいんだろうみたいに言うのをやめた方がいいかもしれないな。あー、うちのゆうたくんな、うちのゆうたくんお願いします。すごいもないってそういうのはちょっとキモいよな。ちょっと慣れちゃうからやめた方がいいかもしれない。あー今でしょ、うちのマネージャーがね、今日来てないんです。たまたま、借りがとにかくでかいっていうマネージャーが。もう見よかじゃっていうぐらい。あー、それ見よかって言った方がいいかもしれない。見よかっていうぐらい借りがでかいっていう、うん、まあ、そういうことですよね。あ、そうそうそう。それ、事前に言うなと。逆にだから、ちょっと自信が下げてめっちゃでかかったっていう方が。変態やんけ、こいつ。帰ろうぜ、変態やんけ、こいつ。帰ろうぜ、ない、変態でいいやんけ、こいつ。帰ろうぜ。今から出勤ですか。あ、そうです、ね、一緒に行きますか。あ、一緒に行きますか。行きましょう、行きましょう。また今度社長さんと一緒に行きますんで。あ、社長さんと。スキンケア、これね、SK2 ね。あ、そう、SK2 スキンケア、SK2 のニビアのコンタクトはこれね。あ、そう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 。はい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 、大体見えてきたな。いい感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今日本当にありがとうございました。ということでね、六本木のベネ東京で、エリカ様いらっしゃるということで、何でも大体ポジティブに捉えてくれるということで。あ、そうなんですよ。あんまりネガティブにならないです。はい。多分詐欺とか引っかかりやすい方です。あ、ちょっと引っかかりやすいかもしれない。よろしくお願いします。ありがとうございました。